皆さん、私の家にとうとう合併種異常火葬が設置されました。これまでは単独種異常火葬を使っていたので、トイレの水は処理していましたが、キッチンや洗濯などの生活排水はそのまま流していました。それをついに合併種異常火葬へ転換することができました。これからは生活排水もきれいな水に処理することができるので、環境を汚さずに済みます。本当に良かったです。私は去年まで大きな町に住んでいて、パパの転勤をきっかけに家族でおじいちゃんとおばあちゃんの暮らすこの家に引っ越してきたんです。最初は田舎暮らしが不安だったけど、友達もすぐできたし、外遊びも楽しいし、私は自然がいっぱいのこの町が大好きになりました。でも学校で下水処理のことを勉強したら、公共下水道はトイレも生活排水も下水処理場で処理してるけど、単独処理場火葬では生活排水を垂れ流すことになることを知りました。うちもこの単独処理場火葬だったので、生活排水を川へ流していたんです。でもおじいちゃんもおばあちゃんも特に環境に悪いものを流してるとは思ってなかった。でもそれは間違いでした。家族で生活排水のことを勉強して、やっぱり良くないねってなって、とうとう合併種異常火葬に転換したんです。本当に良かったです。みんなが合併種異常火葬へ転換したら、私が大人になる頃、川にホタルが飛ぶかもしれません。そうなったらいいなと思います。こんにちは、お世話になります。お疲れ様でした。単独処理浄化槽の撤去も無事完了しました。ありがとうございます。綺麗に片付いてるね。お世話になります。あ、ご苦労様でした。ありがとうございました。私は緑の父、水野流れ。娘に懇願され説得されて、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を決めた。単独処理浄化槽を使いながら工事して、設置が終わってから単独層を撤去する方法を取った。おかげで工事中も普段の生活をすることができた。合併処理浄化層に転換できて娘が喜んでます。あ、そうですか。やっぱり川に生活排水をそのまま流してるのは前に住んでたところでは見かけないことでしたので、相当ショックだったみたいで、転換できて本当に喜んでます。俺もね、そんなに深刻に考えたことはなかったけどね、孫のショックが俺にはびっくりやったね。まあ慣れというか少しぐらいはみたいな感じやったね。なるほどですね。皆さんのご期待にこの合併処理浄化槽はきっと応えてくれると思います。ただ毎日毎日動き続けているものですし、10年20年と長い期間お使いになるものですので、メンテナンスや定期的な検査をぜひお願いします。あ、いや、もちろん定期的な検査やメンテナンスについては専門的な技術と資格を持った我々プロフェッショナルがチーム浄化槽としてしっかりやるわけですが、そこはチームのリーダーとしてお家の方には先頭に立っていただきたいですね。うん、なるほど、リーダーですか。浄化槽は設置したらそこで終わりというわけじゃなかった。浄化槽は電気や水道、ガスなどと一緒で暮らしに欠かせないインフラの一つで、それをちゃんと使うには専門知識や技術、設備が必要なので、自分でやるのはかなり難しい。そこはプロに任せよう。チーム浄化槽だ。まずは浄化槽の設置工事をやってくれた浄化槽設備士、県の登録業者である設置工事会社にいて、浄化槽設備のプロとして現場での指揮に当たった。そして設置した後の維持管理をサポートしてくれるプロがいる。保守点検を行う浄化槽管理士、浄化槽の隅々まで知っていて、浄化槽の性能を維持するために欠かせない存在だ。浄化槽の清掃を行うプロ、
浄化槽に溜まっていく汚泥を取り除き、装置をきれいにする彼らがいないと、そのうち浄化槽は正常に働かなくなってしまいかねない。そして処理した水の状態や浄化槽の状態を法定検査という第三者の目で厳しくチェックしてくれる浄化槽検査員、このチーム浄化槽が合併処理浄化槽の設置や維持管理をしっかりとサポートしてくれるという。チーム浄化槽の行動原理は浄化槽法という法律だ。河川など生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的とした法律で、浄化槽を利用する私たちも守らないといけない。浄化槽検査員の山川です。浄化槽は使用開始後3ヶ月から8ヶ月の間に設置工事が適正に行われ、浄化槽が本来の機能を果たしているかを検査することが義務付けられています。浄化槽法7条に基づく検査なので7条検査と言われています。外観検査、水質検査、さらに書類検査を行います。浄化槽から放流される水は環境に大きな影響を与えるので、法律で水質に関する検査がしっかり規定されています。検査員とともにチーム浄化槽の要となるのが浄化槽管理士だ。こんにちは。浄化槽の保守点検、いわゆるメンテナンスを行う浄化槽管理士です。早速ですが、浄化槽の設置工事を終え浄化槽を使い始めたら、保健所に30日以内に使用開始報告書を提出してください。また住宅の購入などで今まで別の人のものだった浄化槽を使おうとする場合は、管理者変更報告が必要となる場合があります。浄化槽の保守点検を委託できるのは県や保健所設置士から登録を受けた専門の会社だけです。メンテナンスを行う私たちの会社はお客様と保守点検契約を結び、年間の保守点検回数を決めた上で活動します。今回水野さんのお宅の場合は一般的な家庭の浄化槽として4ヶ月に1回になります。保守点検とはどんなことをしているのかをご紹介しましょう。合併処理浄化槽の仕組みについて少しご説明します。トイレの水やキッチン、お風呂場などからの生活排水はこちらから浄化槽に入ります。その時の汚水はこんな感じです。汚水の中の固形物や浮遊物を除きます。汚水は1000キロ焦燥に行きます。酸素のない環境で活発になる微生物が汚れを分解して水をきれいにします。この後、接触抜気層に流れていきます。ここには空気が常に送り込まれています。それはここにいる微生物が酸素のある環境で活発に働き、汚れを分解するからです。最後に消毒槽に行き、塩素で消毒して放流します。浄化槽の内部は常に一定の水位が保たれていて、汚水が流れてくるとその量だけ排水します。放流される水はこんな状態です。随分きれいになっていますが、浄化槽の処理の状況を確認するのも私たちの仕事です。さあ、保守点検ですが大きく2つの仕事があります。一つは浄化槽の現状を把握すること、水質とか汚泥の状態を点検します。もう一つが浄化槽の機能を維持するための保守、浄化槽内にある管が詰まっているのを取り除いたり、各種バルブの調整などです。まずはマンホールを開けます。破損がないかも確認します。よし。水位など内部の状態に異常がないかを確認します。
抜器が適切に行われていることも確認します。よし正常に動いているようです。次に水の状態をチェックしてみましょう。糖質度、溶存酸素量、pH などを調べます。糖質度30、よし、pH を測ります。溶存酸素量を確認します。溶存酸素量 2.7mg/L。 よし、このように水質をチェックして浄化槽の処理の進行状況を確認します。バルブの調整や抜器状況の確認などを行います。次に消毒剤のチェックをしてその補充をします。水に空気を送り込むブロワーの点検をします。ドライバーでネジを外しブラシを使って清掃します。お疲れ様でした。どうもお疲れ様です。どうもありがとうございました。はい、たった今保守点検の方は終わりました。特に問題ありませんでした。ありがとうございました。はい、今度の連休で、旅行に行くかもしれないんだけど、1週間ぐらい家を空ける場合ね、あのブロワーね、あれって電源を切っていいんやろか。どうも電気の使いっぱなしっていうのが少し気になってね。電源は切らないでください。空気を常に入れないと中の微生物が死んだり働きが悪くなります。熱帯魚を飼うときに水槽に空気を入れますよね。それと同じような感じですね。ああそうね、そうか。微生物が働いてくれてるんやね。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、浄化槽の使い方についてはいくつか家族で気をつけないといけないことがあった。皆さん、台所では油を流さないでね。今までもそうしてきたけど、もっと徹底しましょう。少しくらいならというのもダメ。基本キッチンペーパーとかで拭き取って燃えるゴミに出して。それから野菜くずとかも適当に流したりしたらいかんよ。うん、そうやね。浄化槽に良くないし、そもそも配管が詰まったら大変やけんね。洗濯には洗剤を使いますが、これは OK。 ただたくさん使うのは良くないそうです。そもそも洗剤はたくさん使えばたくさん汚れが落ちるというものではないそうです。漂白剤を普通に使うのも OK。 でも続けて何日も使い続けると微生物に影響が出てしまうそうです。何事も適量ですね。それからすすぎの水を使いすぎないこと。例えば1時間すすぎの水を流し続けるとか、
微生物が汚水をきれいにする間がなくて放流する水質が悪くなるそうです。水ももったいないし、あと同じ問題としてお風呂の水と洗濯の水を同時に流すのも避けた方がいいとのことです。浄化槽の微生物に頑張ってもらうために私たちもしっかりサポートしましょう。俺はね、お風呂で温泉気分っていうのが好きで入浴剤を使うけど、湯の花っていうのがあるやろ、本当の温泉の素、あれは硫黄成分が強くて、微生物に良くないらしか。そうね、普通の入浴剤ならいいって。あ、どうも。今日は一つよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。毎年必要な清掃ですので、法律に定められた基準に従ってしっかりきれいにやらせていただきます。はい、一つよろしくお願いします。浄化槽の清掃は市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託することになります。作業としてはまず浄化槽内の汚泥と汚水を抜き取ります。その後、給水車で浄化槽に水を張ります。工程としてはこの2つです。実際の作業を見てみましょう。浄化槽の清掃は1年に1回以上必要です。特に保守点検の際に汚泥がある一定程度溜まっていることが分かったら早めに清掃しましょう。浄化槽内の水、そして槽内の底に溜まった汚泥を抜き取ります。この時にホースで水を出しながら土台に付着した汚れも落とします。24時間動き続けて365日、お疲れさんの気持ちを込めて洗います。洗浄が終わったら給水車で浄化槽内に新鮮な水を補給します。お願いします。だいたい 2,30 分で終了です。よし、よし、よし。お疲れ様でした。ありがとうございました。チーム浄化槽の信頼を支えるのは指定検査機関の浄化槽検査員だ。福岡県浄化槽協会の浄化槽検査員山川です。浄化槽法では1年に1回の法定検査が義務付けられています。日常の保守点検作業とは異なり、分析機器なども使って法定検査を行います。車の車検のようなもので、福岡県が指定している検査機関だけが検査を担っています。浄化槽法第11条に基づく検査なので11条検査とも言われます。それでは検査を始めます。浄化槽の外観をチェックします。設置の状況、設備の稼働状況、水の流れ方の状況などを見ます。よし、よし。よし、よし。水質を検査します。現地で測定する項目と検査センターに水を持ち帰って測定する項目があります。検査
者のために消毒直前の処理水を取ります。これを検査センターに持ち帰ります。透視度を測ります。透視度は20センチ以上見えるのが適正です。透視度28。pH は 5.8 から 8.6 以内が適正です。pH 7.16。溶存酸素量は所定の位置にセンサーを入れて測定します。リットルあたり1ミリグラム以上が適正です。3.9 ミリグラムパーリットル。書類検査は保守点検や清掃の記録を確認し、浄化槽の維持管理が適正に行われているかを検査します。ここは浄化槽協会の筑後検査センターです。一般財団法人福岡県浄化槽協会では年間約12万件の11錠検査を実施しています。法定検査では現地での検査に加え、水を持ち帰り BOD 生物化学的酸素要求量などの検査を協会の検査センターで行っています。5日間で微生物が消費した酸素の量を測定し、その結果から BOD を算出します。BOD が高ければ汚れの度合いが大きいことになります。他にも様々な検査機器や設備を使い、浄化槽の状態を検査して使用者の方へ報告します。さらに県内の水環境を守るための啓発や県内の浄化槽に関するデータを自治体へ提供したりもしています。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ、これまでちゃんと目を向けてこなかった私たちが毎日出す汚水の行方、チーム浄化槽の力を借りて念願の環境により良い暮らしを始めることができた。子供や次の世代にせめてふるさとの今の環境を伝えていきたい、というよりむしろ引き継いでいく責任がもともと私たち大人にあるのだろうと思う。チーム浄化槽のリーダーはそれを使って生活している私たち、地域の子どもたちの手本になるように頑張ります。そうですね、河川の BOD の値ですけども、平成14年までですね、数値が、
30とか40あったんですけども、平成15年以降ですね、まあ、大体平均して 2台と 2. いくらということになっておりまして、まあ、大きな要因といたしましてはですね、やはりあの浄化槽の整備が、進んできたことが大きな要因の一つだと思われます。合併浄化槽になりですね、台所や洗濯水やお風呂の水も一緒にですね処理できるようになりまして、そのことがですね、河川に流れ込む、汚水が減ったということで、水質のですね、変化につながったと思われます。当時ですね、その市民代表の方からですね、まあ、下流域の方ではヘドロが溜まってですね臭いとか、そういったよく、ご相談がなされておりましたが、ここ最近はそういったお話もないので、苦情がないということはある程度水質も改善されきれいになっているのではないかと思われます。上流の方ではですね、やはり、下水道とか合併浄化槽がまだ、整備できてない地区がございまして、そういった地区はやっぱり川を通じてですね排水を行っておりますので、そういったところでですねまだ改善の余地はあるのかなと思います。まあ、我々としてはですね、今パンフレットをエリアごとに分けて、でそういったパンフレットの中にもそういう合併処理浄化槽の大切さとかいうところでですね謳っておりますので、そういうので、意識がない方も意識改革で変わってもらえればということで行っております。公共下水なり合併処理浄化槽がつながれば、今言った生活雑排水がきれいになるんでですね、当然それは河川の水質向上にもつながってくると思うんで、そういった形で、これからも河川の水質向上につなげていければなというふうに思っております。洗い物をした水、お風呂場から出る汚れた水、手を洗った水、そしてトイレの水、その汚れた水を合併浄化槽がどれだけきれいにしているのかを調べて自由研究にしたよ。こうして我が家はチーム浄化槽のサポートのもと、新しい合併処理浄化槽で汚れた水をしっかりときれいにしています。微生物の力でどうして水がきれいになるのか、とても不思議に感じるけど、もっと勉強したらよくわかるのかも。毎日使っている水をちゃんときれいに、地域で大切にしている川に流すことができるということでほっとしています。地球温暖化とかも呼ばれて、地球の環境はまだまだ安心できないみたい。まず私は地元の水辺を守ることから始めたいと思う。皆さんも合併処理浄化槽は正しく設置して、保守点検、清掃、法定検査をきちんと行って、みんなで大切にしましょう。福岡県の素晴らしい環境を将来に引き継いでいくため、よろしくお願いします。